18年ぶりに熊本市で開催されている九州市長会は昨日から始まり、111の市が出席しています。2日目となる今日は大西市長が自治体 DX の推進をテーマに報告しました。どうやったら早くいい決断ができていくのか、あるいは早くいい処理ができていくのか。大西市長はこれまで1か所に集まって行っていた本庁舎と区役所の職員の会議をウェブ化したことで移動時間がなくなり、人件費や移動コストなど年間およそ5億3800万円分が削減されたとする実績などを紹介しました。他の市長からは教育現場で導入が進むタブレット端末について、 SNS との向き合い方や学校間格差の解消などについて意見が出されました。